何に投資した方が儲かるかっていうのは外れる場合もあるんですけど、ただで投資して儲かった時に払う税金の額が少なくて済むんですよ。投資をして金稼ぎたいって言ってる人にやってますかって聞くと結構知らなかったりするんだよね。お金を稼ごうと思うのであればまず調べましょう。24歳銀行員です。ひろゆきのアドバイスをお聞きしたいです。ひろゆきさんのアドバイスをお聞きしたいです。資産が3800万円あり、そのうち現状1300万円を米国インデックス運用しています。残りは預金になっているので、これからどういうポートフォリオを組んだらよいと思うんでしょうか。また自分で事業を始める費用はどれくらい持っておけばいいのかアドバイスいただきたいです。大雑把な質問ですいません。ニーサとイデコにぶち込めるだけぶち込めるんじゃないかなと思いますけど、イデコをやってない感じがするので、1300万円のうち600万円がニーサになってればいいんですけど、そうじゃないとニーサに突っ込んで、あとイデコに突っ込んでっていうので、何に投資した方が儲かるかっていうのは外れる場合もあるんですけど、ただニーサとかイデコって投資して儲かった時に払う税金の額が少なくて済むんですよ。なので、その何が当たるかどうかって分かる人がもしいるんだったら、その人はにあの世界一の金持ちになってると思うんですけど、残念ながら世界一の金持ちっていうのがそんな形で金持ちになったやつがいないというのは、これ買ったら儲かるよっていうのが当たることはほぼないということなんですよね。なので、そのどういうのかっていうと、自分のその予測が当たった時に税金払わなくてよくなるっていうので、イデコだったりニーサだったりっていうのがあるので、それ使った方がいいと思います。今コメントでイデコはやめとけって書いてるのがいるんですけど、イデコはやめとけって書いてるやつは貧乏人なので、そこのあのアドバイスを聞いてもしょうがないです。イデコにお金突っ込んじゃうと引退しないとそのお金ほぼ取り出せないんですよ。ただ24歳で3800万貯めたってことは、多分年収もそれなりに高いと思うんですよね。なので24歳でそれなりの年収ある人であれば、別にイデコに突っ込んだ額を取り出さなきゃいけないとか、ニーサに突っ込んだお金を取り出さなきゃいけないとかっていう貧乏人とは違うんですよ。100万円しかない人がイデコに100万円突っ込んで、引っ越ししようと思ったらお金が足りないからイデコからお金を引き出したいみたいになると、いやそれは出せないよ大変だよね貧乏人ってなるんですけど、すでにその預金で2600万円とか置いてる人であれば、多分500万円ぐらい現預金あれば何の問題もないので、現預金でなんかまあ500万円ぐらい置いといて、それ以外っていうのは別にイデコでもニーサでも好きなもの突っ込めばいいんじゃないかなと思います。2点書きます。日銀がこれだけお札を刷っており、インフレの心配をしています。仮にひろゆきさんがリスク分散するとしたら、米ドルユーロ等の現物がいいのか、もしくは暗号通貨なのがいいのか、リスクが少なそうなのはどんな資産と思いますか。ちなみに米国の積立保険はハワイで入りました。あと僕の名字ってひろゆきさん見えるんですか。西村さんですよね、はい、ロックのなんかそのあのなんか住所とともになんかおじいちゃんがここでうんぬみたいな、はい、多分分散するしかないと思うんですよね。そのアメリカもどうやばくなるか分かんないし、ユーロもどうなるか分かんないしっていうのがあって、ただその現物を持つのって僕はあんまり賛成しなくて、現物って日本円とかね、札束を家に置いとくってめっちゃリスキーなんですよ。泥棒が入るのもそうだし、なくすのもそうだし、たまたま見つかんない時にその家族をなんか疑うことになるとかっていうのもあるので、その別に銀行口座でいいんじゃねって思うんですけど、普通に銀行の外貨定期預金とかを持ってればいいんじゃないですか。あとは僕はインデックスファンドがいいんじゃないかな派ではあるんですけど、はい、なんだろうな、投資をしてその資産を守るって2つあって、もともと資産がある人が、じゃあ資産がありますと、その資産っていうのが日本円ですと、その場合ってその日本が悪くなった時に日本円の価値も下がってしまうので損しちゃうわけですよ。なので日本が下がったとしても自分の資産は減らないっていう、安全のために他の国の通貨だったり他の国の株を抑えるっていう、そもそも金持ちに対する資産運用のアドバイスっていうのと、普通にサラリーマンです、貯金が300万円です、その人がお金を増やしたいですって言った時に対するアドバイスって全然違うんですよ。ただ投資をして金稼ぎたいって言ってる人に、ニーサとイデコはやってますかって聞くと結構知らなかったりするんだよね。お金を稼ごうと思うのであればまず調べましょう。お金でなんか投資して儲けたいと思うんだったら、投資の世界っていうのはすげえ金持ちで頭のいい人も同じように戦ってる状況なので、投資をするときにどういう情報があってどういうものが得かっていうのはまず調べて、そこからスタートするべきなんですよ。それも調べないでなんとなく Google すごいから Google 買っちゃえとかっていうのはちょっとどうかなと思うんですよ。楽天にじゃあ投資をしたいと思いましたと、楽天はなんかサッカーチームとか持ってるしきっと伸びるんじゃねえみたいな、
普通に楽天の株を買うよりもNISAの積み立てとかNISAで買った方が儲かった時に税金取られなくて済むとかっていうメリットがあるんですよ。なので普通に株を買うよりはNISA経由で買った方が 100% 得なんですよ。NISAの枠があるんだけど、普通に買う場合は年間100万80万だっけ、積み立てだと60万だっけ、枠があるんだけど、その枠の範囲内で買うんだったら普通に買うよりはNISA経由で買った方が 100% 得するんですよ。 100% 得する情報って世の中そんなにないんですよ。なのでとりあえずNISA経由で、120万か、NISA経由で買った方がいいよねっていう至極当たり前の話ってある程度調べれば分かるんですよ。年間に1000万以上投資しますって人だったらそのNISAの枠は足りないよねとかってなると思うんですけど、イデコっていう保険の方のもあるんですけど、っていう感じでその日本の政府が用意している仕組みの中で一般の人が得をできるような仕組みっていうのはちょこちょこあるんですよ。 100% ではないと損益通算できない。確かにね、損益通算できないのでめっちゃ損した場合はそうですね、はい、ちなみに僕イデコはしてないんですけどね僕その日本で納税してるわけではないので、はい、コロナ後妻と子を連れ MM2H でマレーシアに移住を考えています。マレーシアの移住ビザですね、28歳貯金7000万、日本の不動産所得が毎月40万ほどあります。主に資産運用によるリターンと不動産所得で生活していると考えていますが、向こうで10年暮らしていけると思いますか。はい、インターナショナルスクールに通わせる生活レベルはそこまで高くないです。またマレーシアの自宅にいながら50万稼ぐおすすめの副業などありますか。マレーシアで普通に暮らす分には生活費は安く暮らせるんですけども、インターナショナルのマルボロカレッジとかっていうシンガポールとマレーシアの間にあるジョホールバルとかのあたりで住もうとすると結構生活費かかるんですよね。そもそももろんそのなんかメイドさんとか雇うの当たり前だよねとか、車もお金持ちとして生活するのであればその奥さんと自分で1台ずつ必要だよねとかで、クアラルンプールのなんか安いところでなんかいつも屋台で食いますとかだったらまあ全然生活安く済むんですけど、金持ち以外で暮らそうとすると結構お金がかかってしまうので、40万50万ぐらいできちんとした学校に行かせようとすると結構微妙かもしれないですね。数百万かかるんじゃなかったかな、年間マルボロカレッジみたいなところ。なのでちょっと豪華な生活とかではなく、あくまでその日本でやるレベルの生活をマレーシアでもするという感じだったらいいと思います。子供の教育を考えるならば若いうちから外国語に触れさせるっていうのは割といいんじゃないかなと思いますけど、5万10万の副業であればなんかマレーシアで売ってるものを日本に送ったりとか、日本のものをマレーシアに輸入したりみたいなのをちょこちょこやれば、まあそこそこお小遣い程度には稼げるんじゃないかなと思います。お返事ありがとうございます。とても嬉しいです。結婚して専業主婦で現在お仕事はしてないですが、もともと貯金1億円を目指してお仕事をしていたので現状の4000万円ほど資産運用してと考えています。たびたび申し訳ないですが、ひろきさんならどう運用されますか。そもそも私のあんまり考えなのでしょうか。アメリカのインデックスファンドにぶち込んどきゃいいんじゃないかなと思いますけど、たまに僕その個別株でこれ買った方がいいよって話をすることがあるんですけど、株の話って当たるのもはっけ、当たらんもはっけで、だいたい当たんないですよね。昔僕は東京電力買った方がいいよって言ったことあるんですけど、2011年に東京電力の原子力発電所が大変なことになって株価めっちゃ下がるって、買った方がいいよって言ったものを僕一株も買ってなかったんですよね。個別案件はあんまり言わないようにしてるんですけど、言った例でいくと、日産がゴーンさんが逮捕された時に、ゴーンさんが逮捕されて株価が下がったとしても日産の売上自体は維持されるので株価戻るよって言って、日産の株価って90万円ぐらい払って買って2000円ぐらい得したんですよね僕ビビリなんで株価見続けるのが嫌なんで、ちょっとでも上がったら売るみたいなので売っちゃって、まあ90万円ぐらいかかって2000円ぐらい得したんですけど、あと株で言ったのが5年前ぐらいにルイ・ヴィトンの株って割と上がりますよって話をしたことあるんですけど、ルイ・ヴィトンだったりヘネシーだったりとかってお酒とかも扱ってたりするんですけど、 LVMH っていうホールディングスグループがあって、それが230円ぐらいの時に、皆さんその日本だとソシャゲの会社でリキ率に 10% とか高いから投資してるけど、ブランド会社って毎年毎年ずっとリキ率に 10% 維持してますよみたいな話をしてて、今多分3倍ぐらいになってると思うんですよね。なので5年で3倍ぐらいになってると思うので、なのでたまにそういうのは言うようにしてるんですけど、基本的に個別株も言わないようにしてます。はい、結婚予定の20代男性です。積立NISAを限度やってます。結婚後は配偶者分も積立NISAを限度までやるか、イデコやるべきか悩んでいます。どちらがいいですか。両方結婚予定の20代ですでに積立NISA限度までやってるので、ちゃんとその
お金を稼いでってちょっとずつ収入があってちょっとずつその生活のためのその金融資産を増やすっていうタイプの人と思うので、ヒデコと兄さんはとりあえずあの税制優遇が大きいので普通に株買うよりは全然得ですと。利回りで考えるとまだ20代なんでお金本当に必要なのって働かなくなってからなんで、まあ60後半までなんですけど、多少の浮き沈みはあれやっぱり株の上昇に比べると他のそのなんか金融資産ってそんなに上昇しないので、で20代のそのNISAがどうこうって言ってる状況であの不動産買うっていうのは多分ないと思うので、積み立てNISAとイデコに振るっていうので全然いいと思います。下手にあの銘柄選ぶよりもインデックスでいいんじゃないですか。一般的に賃金が上昇するほど労働供給は増加し、ある域長を超えると余暇が上昇すると言われてますが、今回余暇を楽しむ方法以外に貯蓄した資産を運用して企業や運営される GDP に貢献される方もいると考えます。ここで資産を運用し投資に回り有能な経営者に委ねるか、自らトライアンドエラーを繰り返すのが社会的に望ましいでしょうか。若いうちは自分自身でトライアンドエラーをした方がいいと思いますけどね。他人に任しても結局その利回り 5% とかその程度なので、事業を当てると何十倍とか下手したら100倍とかになったりするので、なのでもし余剰資金があって自由な時間があるんだったら自分で事業をやるっていう方が、宝くじを買うのが夢なんだみたいなので、そのお金持ちになるには宝くじぐらいしかないんだっていう人もいるんですけど、事業が回り出すと、例えばじゃあ自分でオンラインでブログを始めました、でそれで広告で1万円入りましたっていうと宝くじ当たるより嬉しいと思うんですよね。まあ人によっては自分が文章を書いてるだけで見に来る人がいて、でお金がもらえる、でそれがしかも1万円になったってなると、多分宝くじで1万円当たるより自分自身のブログでその人が来て1万円もらえた方が嬉しいと思うんですよね。次の月もじゃあそれで下がったとしても8000円とか7000円とか入るだろうしっていうのがあるので、人に託すっていうより自分自身に投資をするとか自分自身で何かをやるっていう方が結果的には楽しいことが増えるんじゃないかなと思いますけど。